チス誰も知らない狩人、イカレタコスケです。任天堂ダイレクト確定。まあ、日にちで言うと今日23日なんで、明日の朝7時からということですね。なんでそんな時間にやるかっていうと、まあ、海外含めた、まあ、同時発表ということで、おそらく、まあ、このあたりを狙ってきているんではないかなと思うんですけども、まあ、来ましたね。とうとう、任天堂ダイレクトというものをやってきました。特にこの秋の任天堂ダイレクトっていうのは、2022年に、注目されるような、大きい株ってのがね、紹介されていくんですよ。で、その中に、モンスターハンターライズは果たして今回はあるのか、というお話ですが、前の動画ぐらいで、私がちょっと話してましたね。モンスターハンターライズ、今後何か出てくるのであれば、この秋の東京ゲームショーか、任天堂ダイレクト付近。これで発表されなくても、まあ、この、任天堂ダイレクトとか、東京ゲームショーがやっている時期に、カプコン専用の録画生放送みたいなもので、おそらく発表するんじゃないってことなんですけど、まあ、その片鱗がね、あったりするわけですよ。モンスターハンターライズ自体が、発表がね、任天堂ダイレクトミニだったのかな、当時は。ミニかな。なんで、任天堂ダイレクト系列で発表されていますんで、まあ、もし G 級等々が発表されるとすれば、この任天堂ダイレクトは、可能性としてはかなり高い。要注目。ただね、これ一つ心得ておいてほしいのは、やっぱ時期があるんだよね。ゲームを発表するにあたって、うまく、なんつうの、そこのタイミングに合わせられなかったゲームっていうのがポンポンポンってあったりすると、あんまりすごい情報が入ってない時もあるよってことは、これ念頭に入れておこう。これ私の経験則です。で、もしモンスターハンターライズに、追加モンスターが来るとすれば、G 級の発表いろいろあるんだけども、まあ、直近でね、G 級出たとしてもそんなに近くはないと思うんで、多分最短でも、来年の2月とか、1年は空けるんじゃないかなって感じがするんで、おそらくね、直近の発表ってのはまた別なんですけど、モンスターハンターはバージョンアップがね、大型の無料アップデートがありますんで、そこに合わせて新モンスターを追加してくるかなって、思うんですよ。もしあるとすれば。で、あるとするならば、今、結構いろんな作品に出てきてるけど、あれこいついないんだっていうモンスターが、ナナテスカトリと、イビルジョー。ここなんだよね。なんでね、この2体あたりが、まあ、もし、なんか、ポッと追加されるのであれば、あり得るかなっていうね。これはもう経験則でございます。そして、今回はね、この任天堂スイッチを持っている人たちが注目して、ライズで任天堂スイッチ買った人もたくさんいると思いますんで、そんな人のために、ザ・任天堂スイッチの中で超超名作だった作品っていうのを、ものの最新作であったり、最新情報っていうのもこの任台であるんですよ。で、まあ、これの任台でそれが発表されるかわかんないんだけども、こんなすごいのがあるよっていうのを今回ご用意しましたんで、それもちょっと、PV を軽く見ながらね、お話ししていこうと思います。一つ目、大乱闘スマッシュブラザーズ。これ最終アップデートではないのかな、最終アップデートかどうか分かりませんけども、最終ゲストキャラクターが発表されるのではないかというお話になってます。このスマブラ、まあ、見たことある人はたくさんいるから、なんとなく見たことある人たくさんいると思いますけども、まあ、どんなゲームかっていうと、任天堂のキャラクターが、まあ、総勢何十って出てくるんですよ。で、そのキャラクターを使って対戦格闘をするんですけども、これね、多分格闘ゲームって言うと語弊があるのかもしれないね。いわゆるコマンドを覚えて、コンボを覚えて戦う格闘ゲームよりも、操作性を簡単にして、戦略性を上げたゲームっていうのがね、正しいかなと個人的には思います。まあ、1対1とかね、またそういった形になってくると変わってくるけども、基本的にはドタバタアクションバトルですんで、まあ、そうね、格闘ゲームっていうよりも、横スクロールアクションゲームが得意な人たちが、まあ、得意な人たちだけじゃなくてもいいんですけども、横スクロールアクションで戦うキャラクターたちを使って、他の横スクロールアクションで戦うのが好きな人たちと対戦するゲームって言ったらいいんですかね。だからもうそのまんま、これ対戦バトルっていうのがすごい前に出てきますけども、普通に横スクロールゲームとして
作っても、まあ、違和感のないようなアクション性なんですよ。そういったゲームでドタバタ友達と戦って楽しむゲーム。これが、モンスターハンターじゃねえ。なんでやねん。スマッシュブラザーズっていうゲームなんですね。だから根強いファンがたくさんいますし、あんまり格闘ゲームっていう感覚で、まあ主題は格闘ゲームなんだけども、格闘ゲームっていう感覚よりもアクションゲームって感覚で入ると、もっと触りやすい人はたくさんいるんじゃないかなと。それのね、最終追加キャラクターが発表されるんではないかと、ずっと言われていますね。これもだから楽しみですね。そして、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、続編、2じゃないんですね。続編ということになってます。正式名称がだからこれになってるのかよくわかりませんけども、まあ、ブレワイです。私もチャンネルの方で、初代をやってますね。2017年、18年ぐらいで、かなり、もう3、4年経つ作品なんですけども、このブレス・オブ・ザ・ワイルドっていうのは、オープンワールドゲームに革命を起こしたゲームでもあるんですよね。それまでもオープンワールドゲームっていうのはあったし、いろんな定義があったんですけども、このブレワイが出てから、いろんなゲームがこのゲームに影響されて似た図式というものを取ってます。オープンワールドの中に、いくつかの、まあ、拠点、敵の拠点があって、まあ、イベントがあって、街があって、みたいな形のね。そういったものをね、ブレワイ方式で取ってるものがありますね。最近有名だと原神とかね、思いっきりブレスオブザワイルドの流れを組んでますね。山登りができたりとか、まあ、やってみるとゲームシステム全然違うんですけども、私もでもやってみて分かりました。これね、オープンワールドとしての完成度はバカ高いんですけども、しかも題材が、名作ゼルダの伝説っていうね。なんで、もうゼルダの伝説が好きな人にとっては、まあ、夢のようなゲームなんですよ。もう何でもできるって言ったらあれですけども、その、続編が出る。ということで私も非常に注目しております。これね、ブレスオブザワイルドはね、動画とか検索してみるとね、本当いろんなことをしている人がいますね。このタイムアタックであったりとか、まあ、とにかく物理演算が入ってるからやれることがめっちゃ多いんですよね。なんでね、続編でどんな追加要素が来るのかっていうのは非常に楽しみになってきますね。だってストーリーの続編だけではないだろうからな。新しいなんかつかみのある要素ってのはね、なんか入ってんじゃないの？マルチプレイとかね、ないかな、さすがに。これ楽しみにしてますね。そしてこちら、ポケモンレジェンズ、アルセウス。レジェンズっていう名前の通り、現代のポケモン、最新のポケモンではなくて、モンスター、ポケットモンスターと人がまだ分断されて、分断っていうか共に生活していなかった時代。映像を見る限り、今の日本で例えるならば、だいたい100年ぐらい前、明治とかそのあたりの世界観を持っているポケットモンスターなんですけども、もう、音楽とね、その世界観と、あと私このゼロみたいなやつ、シリーズのゼロ作品、その作品の100年前とかっていうの大好きなんだよね。ちょっと、その音楽とそれだけでもう涙がちょちょ切れそうなんで、ポケットモンスターはあんまり動画にしてませんけども、そこそこに、剣盾とかで久々に復活してストーリークリアしたりしてたんですけども、これの作品で私がね、惹かれる点っていうのは、題目に、RPG とアクションの融合って書いてあったんですよ。まだだからね、全然全容が出てないんですね。だからダイレクトでどれぐらい出てくるかすごい気になるんですけども、戦闘シーンはちょっと出てて、ここは今までのポケットモンスターと一緒なんだけども、画面切り替えのないシームレスな、オープンワールドなのかな？オープンワールドみたいなところで出会ったモンスターに直接ボールを投げて捕まえたり、そのまま、ポケットモンスターを出すことで、まあ、RPG バトルみたいな、単性バトルなのかな？単性バトルみたいな感じに戦ってるんだけども、まあ、明らかに、ちょっと今までのポケモンと雰囲気が違うんですよ。私、オープンワールドが好きなんでね、この作品はね、かなり注目しています。ちょっと、久々にポケモンガチっちゃおうかな、って思う、新しさを持ってましたね。これはね、新しい情報気になりますよ。全然出てないからね、まだね。そして最後に、スプラトゥーン3。もう、スプラトゥーンも3作品目ですよ。これ実は私ね、ワン、ツーともにね、やったことないんですよ。なんせゲーム下手だから、対戦ゲーム苦手だからね。なんだけど、
スプラトゥーン3まで来ちゃうと、あ、ここまで来たらやるんじゃねえか、やるしかねえんじゃねえかみたいな気持ちにちょっとなっておりますね。このスプラトゥーンシリーズ、まあ私このスプラトゥーンシリーズはまだ手を出したことがないんですけども、でも、過去、もうだから、そうか、10年、15、6年以上前っていうのは、このハチャメチャ系 TPS っていうゲームは、実はたくさん出てたんですよ。任天堂だけではなくて、プレイステーションだったり、セガサターンはちょっと覚えてないけど、プレイステーションシリーズとかでは、まあ、スプラトゥーンはね、キャラクターすごい有名になってますけども、そうではない、はちゃめちゃ系 TPS っていうゲームは結構出てたのね。その流れを組んでいる作品で、今最も有名なのが、私のね、造語だけど、はちゃめちゃ系 対戦 TPS。それが、スプラトゥーンということになってます。これほんとね、触ったことないんで、わかんないんで、他の人、やってた人の意見を聞くと、まあ、スプラトゥーンはいいんじゃん、楽しめるんじゃないとか、まあ、スプラトゥーンは大丈夫とか、スプラトゥーン確かに難しいけど楽しめるよとか、子供でも普通にやってれば楽しいし、まあ、上手い子なんかどんどん上手くなっちゃうしね、みたいなね。そんな感じなんですよ。さっきスマブラの話しましたけども、スマブラもね、まあ、それに近いものがあったかもしれないですね。格闘ゲームっていうと、難しいコマンドを入れて難しいコンボを決めるみたいなところあるかもしれませんけども、そこを簡易化して、で、その代わり、なんつうの、アクション性であったり、戦略性であったり、そういったところをすごく深掘りしていく。そういったゲーム。で、おそらく多分ね、このスプラトゥーンっていうのも、そういったところがだいぶ深いんじゃないかな。エイムとか、その難しい、全く関係なくはないと思うけども、エイムとか、そういったところをある程度緩和化してる代わりに、戦略性とかを高めているとか、そんな感じになってんじゃないですかね。ちょっとね、スプラトゥーン3は完全未知なんで、3ね、タイミングあったらちょっとやってみようかな。すげえ。やっぱやってる人面白そうなんだよね。スプラトゥーン3ね。昨今はこういった対戦ものっていうのはね、バージョンアップしてシーズンを変えていくみたいなの流行ってますけども、今回ね、満を持して3作品目を出すっていうこと、まあ、2022年かな。出すってことなんで、ちょっとね、私もこの買い切り対戦 TPS というものにね、手を出そうかなと悩んでおります。さあ、こっからはモンスターハンターライズの妄想の時間だ。私ね、モンスターハンターライズはいわゆるこれみんな言ってたんだけど、やっぱ携帯機派、それから据え置きハード派、これはもう昔からねあったんですよ。別に派閥があるとかいうわけではないんですけども、自分の生活スタイルに合っていたり、あとはゲームをやる時間の作り方の問題で、もちろん携帯機派、据え置きハード派、ゲーマーの人はやっぱね、どっかりとそのゲームをやる時間っていうのがメインになってくるから、据え置きの前でやるのが好きな人、私もどっちかというとそっち派なんですけども、ただ、ゲーム好きだけど、あくまで、何かの隙間とかに時間を埋めるためにプレイする人なんかは、携帯ハードも多いだろうし、ね、友達と遊ぶことが多い人なんかはね、持って行ってやるときもあればやらないときもある。でもみんなでやろうってなったときにやれるのが携帯機だと思ったんですよ。ただ、コロナ禍のおかげで、その携帯機モンハンとしてどうしても世に出れなかったじゃないですか。ここでね、私ね、すごい思ったのが、カットされてる機能がある気がするんだよね。だってさ、発売したのが発売は、ちょっとね、その騒動が盛り上がる直前ぐらい発表とかされたのは、なんで、ちょっとわかんないんだけども、あったんじゃないですか？スポット機能、いわゆるね、ポケモン GO とかにある、どこどこに行くと、そこでクエストが受注できてみたいなね。もうなんだったら、48都道府県、すべての県に、ご当地モンスターが実はいたかもしれないんですよ。いないと思う。さすがにそれはいないと思うけど。でもそういった機能がカットされているんじゃないかなっていう、個人的にはね、妄想していました。あとはだからローカル通信でやった時のメリットだよね。ローカル通信ができることがやっぱ、これは売りだったわけですから、ローカル通信をした時に何かしらが発生するっていうのはね、あったと思うんですよ。だから、でもローカル通信で、プレイしてメリットのあるものってやっぱでもスポットぐらいしか思いつかないですよね。だからそういった機能がもしかして隠されているというか、今後のね、騒動の落ち着き具合次第では、発表される
可能性ってのはね、あるんじゃないかなってね。これも完全に妄想だからね。全然ないかもしれないよ。全然ないかもしれないよ。で、例えばそのスポット用に用意されていたモンスターっていうのを、用意はされていたけども、どのタイミングでどう出すかって決めあぐねているモンスターがいるとか、そういうことがね、あるんじゃないかなって私は勝手に妄想しています。なんで、それは本当に妄想なんで、それを任天堂ダイレクトの予測に含めるというのは、あまりにもね、身分勝手、自分勝手なので、これちょっとさておくとして、そろそろ、タイミング的にはそろそろ、もし、モンスターハンターライズが、実際にもしかしたら G級とか出さない、昔のね、なんだっけ、3、サード、サードじゃない、トライか。トライ G あったな。サードか。と、同じポジションのゲームの可能性もあるんですけども、でも、もし G を出すなり、なんだったら次回作へのつなぎだとしたとしても、そろそろ何かしらの発表があると思うし、つなげていくのであれば、例えば2022年の情報が出るにしても、その合間である今、直近の追加アップデート、バージョン 4.0 等々でね、4.0、5.0 等々の発表っていうのも、この辺でそろそろ来るんじゃないかなというのが気になるところですね。やっぱりカプコンの、自社コラボがたくさん並んでるじゃないですか。ここ気になるよね。あえてだってさ、自社コラボ、カプコンコラボって銘打ってるんですよ。普通にコラボじゃなくて、カプコンコラボって銘打ってんのね。だから、ってことは他にもきっと、何かしら予定は立てられてたけども、やっぱり、タイミング的に他のところとコラボがしにくかったんじゃないのってことでね。もしかすると、流れてしまっているのか、後押しになってるか、わからないんですけども、そういった要素ってのはね、おそらく発表されるんじゃないかなと、個人的には思っております。てなわけで、任天堂ダイレクト、今回は、ちょっと楽しみにできるんじゃないの?つうわけで、誰も知らない狩人、イカレタコスケでした。てぃゆー。回れ回れやれ風車また同じ場所へ帰って揺れて揺れて果て間な心君は知らない、まあ